ちょろいな、オタク。つってなんすか。私、ちょっと、多分、ずれてるんで。それって普通じゃないでしょ。え？やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。7点と8時ごろ、7点のところにマシュマロがクソほど溜まってるんだって。それ消化するの一緒にやるわ。7点のところに来るマシュマロマジでエグいんだよな。マジで重い。あそこの DM は多分今日も重いの来んじゃねえか。7点が重いからじゃないか。7点がメンヘラを乗り越えたからじゃないの。まあ俺の場合はなんかポジティブなこと言いまくってるからね。なんか同族か達観した人に共感を求めたいんだろうな。はい、ありがとうございます。おはようございます。最近伸び方がやばいですね。おかげさまで、ありがてえことに。素直なんだよね、男はね。男は素直だからね。みんなおっぱいが好きなんだな。好きなんだな、間違いないな。いやちょろいな、オタク。俺に DM くれた時6万とかじゃなかった？うんうん、だったと思いますよ。今だって10万8700。えぐすぎだろ、伸び方。どういうこと？どっかで晒されてます？晒されてないんじゃない？ YouTube に好かれてるよね。好かれてはいるかもしれないですね。YouTube に好かれてるね。くどいなって思われて、ちょっとそろそろ嫌われるかもしれないが、やめてほしさある、ちょっと。なんか新ジャンルを見つけないと。何か。うん、新ジャンルね。いや、リスナーの人生を救うことしか、ちょっと今は。出たよ、その話。いやー。さあ、お前のマシュマロ見たけど、重いよ。お前のチョイスも重いしさ。マシュマロ、今、776件溜まってたんですね。うん、まず、うん。配信で言えそうな範囲。なんだろう、政治とかでもう何言ってるかわかんねえみたいなのを一回抜いたらこうなりました。うん、じゃあ、やっていこうか。早速、前回ちょっと企画まで、ですよ、はい、雑談で時間食っちゃったんで、今回ちょっとポンっていってみよう。うんうん、はいはい。これはこっちに行って。おい、一発目から一発目からそれ。まず一発目から、ピルの話ですね。はい。ではちょっとお願いします。皆さん、はじめまして、相談と言いますが、聞きたいことです。先日、アイピルというアフターピルをネットで購入いたしました。ネットの評判を見ても、アイピルはしっかり使えるものらしいのですが、水橋さんは使用したことがありますか？きちんとアフターピルとして機能するか不安でまだ使えておりません。水橋さんの体験談や周りのお話でもいいので聞かせて。男性サイドなのか女性サイドのかにもよるんですけれども。ああ、そうね。使ったことはないですね。そうなの？ピル上院。するなってなったら上院するから、はい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 、はい、そういう時期の時は上院してるんで。いや、アフターピル経験がないんだ。うん、ないっすね。そもそも今ピル飲んでる子多いしね。なんか、うん、多いですね。がんの予防にもなるし、ホルモンバランス整えることもできるし、うんうんうん、そもそも生理周期を整えられるじゃないピルって。そうですね。だからその生でどうこうとかよりもさ、うんうん、飲んでる子が多いから、そうそう、普通に飲んだ方が人生生きやすくなる女はみたいな感じなので、と飲んでる人多いんですけど、うん、まあでもタバコ吸うを控えてくださいとか、20何歳以上からはタバコをやめてくださいみたいな結構あるんですよ。ピル関係ってさ、ちゃんと避けれる率はどんなもんなの？アフターピルってそんなじゃないの？俺わかんないんだけど。一応 99.何%みたいな感じで多分表記はされてはいるんですけど、ほぼ 100% だと思ってもらって構わないって感じなんじゃないですかね。なるほど。アフターピルの方が体への負担がでかいって俺聞いたから、うん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 、なんか普段から飲んでもいいんじゃない、そういう機会があるんだったらね。うん、まあ、ネットで買ったなら、まあ、普通のピルもネットで買えると思うので、まあ、でも一番は病院に行って見てもらった方が、飲めるから飲めないからあるんで一応。あ、そうなんだ。健康体か、うん、健康体かそうじゃないかみたいな。偽のものもね、まあ、結構あるって聞くよ。なんかさ、それこそ、まあ、男の方のさ、元気な薬もあるじゃない。うん、ああいうのも買うところとかちゃんと選ばないと、うんうんうん、偽物が結構混じってるらしいのよ。うんうんうん。ネットで買うとかよりかは
圧倒的に処方してもらった方が安全性高いし、そこのリスクを取る必要ないよね。そのめんどくさいって言ってさ、できちゃったら元も来ねえやん、まあそうっすね。なんかそこのさ、ね、博打を楽しむ余裕はないでしょ。そこのできるできちゃわないのところに。確かに、うん、大丈夫だとは思いますけど、まあ体のことを考えて病院に行きましょう。行きましょう。行きましょう。お前以上です。どんなチョイスしてんだよ、はい、マジで。で、いや危険ないでしょ、私以外に多分。あ、そうね、間違いないね。うん、そうね、そうそう、はい、で、ナテンがいろんな人と仲良くできて偉いと思っておりますが、それに関して相談があるんですが、最近仲良くしてる人が配信でいきなりそのノリで来られる人、この人誰おっと状態で見るのでついていけない時があります。雑談コラボなどのワンクッションを置いて仲良くなった人を知る機会を作ってもらいます。おっとせんでしょうか的なね。これは何 で、はい、何でしょうか。これ誰に言ってんのかな。これはなんかあなたからのメッセージ性を感じるんだけど、何かな。ここらで一旦自己紹介ターンというターンを。自己紹介ターン、ここで前回やったでしょ。だスタンミと言います、まあ、まあ私、はいはい、スタンミと言います。ツイッチでね、ゲーム配信だったり外配信なんかしてるんですけど、まあ、最近なんかマッチングアプリとか雑談をしだしたんですけど、でそういうのが YouTube を7点さんが見てくれたのかな。でそこから7点さんから DM があって、コラボしませんかっていう流れからコラボしています。どうぞよろしく。はい、えらい、すごい、はい、丁寧にありがとうございます。今後はこれをサンプルとして使わせていただきます。こんな感じでお願いします。別に今日 NG とかはないんで、もう話したいこと全部話します。え、本当ですか。なもうほぼないよ俺。んー、いやちょっとレベルがちょっとあれだけどね。7000レベル、ちょっと待って、それは間違えたかもしんない。じゃあ分かんないけど、でもさすがにそこはっていうところあるかもしんないけど、はいはい、まあそこら辺の配信者よりか圧倒的にその NG みたいのはね、はい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 、ないとは思いますよ。了解しました。はい、よろしくお願いします。了解しました。皆さんこれ覚えといてくださいね。はい。ではなんかちょっとまあ優しい目から、うん、男子大学生育成計画中の忙しい中、よろしければお答えいただきたいです。酒タバコが恋人で、大学生のノリが好きで、男友達が多くて自称女として見れないタイプとか言ってるようなタイプのダメ女好きをやめたいのですが、相手を更生させるようなことはしたくないので、どうしたら普通の女の子を好きになれるようになりましたますか。また私は自己解決型のメンヘラかつ世話焼きです、うん、これはちょっとサミさんの方が得意じゃないかなと思って。なるほど。なるほど。守ってあげたい欲があるんだろうね。そのなんていうのかな、もう癖みたいなもんでしょこれって。そう、俺はもう癖だと思うな。相手を更生させるようなことはしたくないので。いや、相手を更生させるようなことはしたくないんだね。ここもうずっとクズでいてほしいんだね。そうみたいですね。自立してる女性を好きなのは男の本質なんで、うん、自立してる女性とは言えるよね。ちょっと痛めではあるけど、なんかほっといてもさ、あーじゃあどっか行っちゃうの、また他の男のとこ行くねみたいな感じですぐどっか行きそうやん。そういう人は魅力的には映るかもしんないけど、普通の女の子を好きになれるようになりますか。普通ってなんすか。まあ、確かに普通がなんだかわかんないね。私ちょっと多分ずれてるんで。あ、なるほど。普通って、まあ、言ってることがこの子が実際痛いから、ちょっと自称、うんうん、なんかちょっと男まさねとかあっから、うんうん、勝手に男の友達多くなっちゃうんだよねーとか言いながらちょっと緩めなんでしょ。それって普通じゃないでしょ。痛い痛くなってきましたね。そう、自称サバサバみたいな感じ、はいはい、だから出会う場が悪いんじゃないの。何で出会ってんだよ。なかなかいねえぞ。普通に生活してみて恋愛を求める場所が間違ってる説もあるわ。それこそなんかそういうさ、夜のお仕事をしてる相手とかを口説こうとしてんじゃないの。あー、はいはいはい、普通な女の子って溢れてるぞ。え、でも普通の女の子ってどこで出会うんですか。やばいやつしかいないですよ。Tinder とか出会い系とかそういうのって。いや、そうでもない。そうでもない。そうでもない。いや、俺説で言うと、やっぱりマッチングアプリの中で、うん、例えば Tinder とかタップルとかあったとしても、やばいやつはやばいやつ、うん、マッチングして仲良くなるし、普通の人は普通の人としてマッチングして仲良くなるんだよね。
だからお前自身がやばい可能性がある。類ともだから結局。ああ、なるほど。諦めるってことですか、じゃあ。諦める。自分自身が変わんないと、うんうん、お前はそういう人としか出会えないかもしれないね。はいはい。有料とされてるマッチングアプリで会う人も、お前は酒、タバコ好きの痛い人と出会っちゃう、うんうん、お前は。マシュマロ送ってくれた、お前が痛い。なるほど。うん。類ともなんだよ。自己解決型のメンヘラ、かつ世話焼き。まあ、言いやすそうな雰囲気ありますけどね。世話焼きで自己解決型のメンヘラって。てか、そうなんて言ってんのに、ごめん。七点さんとマシュマロに送ったのに、なんか俺がぶん殴っちゃってるけど。これはいいのか確かに。ごめんなさい。って。普通の定義。諦めるか、普通のラインを、ハードルを下げる。まあ、それかもうそのままでいいんじゃないですか、別に。なんかそういう女を構成させずに囲って墓場まで持ってけばみんな幸せじゃないですか。そう、俺はお前が変わることをお勧めするけどね逆そう、俺は逆、お前がちょっと痛めな気がするぞぶっちゃけ。なるほど、2つの意見が割れたということでまあそうだね、うん、どっちの意見を参考にするかは。そう、うん、はい、じゃあ次に行きます。21歳社会人です。さっき人生2回目のお風呂屋さんに行ってきたのですが、シャワーをしないままプレイが始まり、そのまま最後まで行きました。プレイ前のシャワーがないことはよくあるのでしょうか。チナ本指名の2回目の60分コースでした。これはマジで俺は分かんない。もう守備範囲外すぎるもう守備範囲外すぎるそういうのあるよね。もうメニューでなんだっけ、ちょっと待って、まだ言うな。はいはい、問題です。はい、そういうメニューをなんて言うでしょう。コメント欄に答え出てるんで見ちゃダメですよ。見てないよ。しゃぶ。しゃぶ直。それで大丈夫ですか。じゃあファイナルアンサー。ファイナルアンサーですか。うん、しゃぶ直なんて言葉はありません。速尺とか。いや、ニアピンだろ。速とか。ニアピン。速尺は、うん、まあ、その、しゃぶ直みたいな意味ですね、完全に。うん、そうだね。で、速速は、もう、出会って1秒で、みたいな、レベル。なるほど。よくあることっていうか、まあ、そういうお店だったんじゃないですかって感じなんですけど。まあ、でも、そうじゃないのなら、よくはないですね。そういう感じじゃないやったら、もうそのお姉さんがあのサービス精神旺盛っていう話ですか、これは。まあ、そうですね。すごいタイプだったんじゃない。ドア開けた瞬間にお兄さんが、うわ好きってかっこいいしてっていう、うわシャワーとかいいからっていういや、まあないと思いますけど満点だからないと思いますけど、1回目大丈夫そうだったから2回目速尺したってことじゃないですか。ああ、もうその人は、あなたが本当に清潔感があって、うん、もう心配ないなっていう。そうそうそう。に至ったのに、あなたは素晴らしい人間だってことだ。うん。そう。自信を持って、これからも本指名してください。はい。はい。では次に行きます。はい。マジで、これ独特でしょ、みんな。この人の選ぶ。マシュマロ、やばくね。うちのリスナーからしたら見慣れた光景じゃないのかな。ああ、そうなんだ。いつもこれは、こういう系を裁くんだ。そういう系が来るので。こんにちは。いつも配信を楽しく見させてもらっています。相談なのですが、自分は今20歳半ばで DT なんですが、風俗で卒業するのはありなのでしょうか。またその時高級店に行った方がいいのでしょうか。長文失礼します。20代半ばで DT 焦るべきですか。20歳 DT 焦るとかは別になくてもいいけど、めちゃめちゃ逆だね。なんか別に焦るとかじゃなくて、そんな大切にしまっとくべきじゃないんじゃない DT は。深刻化しすぎてるよ。その一発一回目って。一回目ってマジそうでもないからね。大体。それはそう。お前は一回目をすごいいいものに思い描きすぎてるわ。だからなんか高級店がどうとか言ってんだろ。なんかすごいいいものに着飾ろうとしてるよね。いいものにしておいて。もういい気がしますけど、まあ激安店とか行くと本当にとんでもねえの多分出てきちゃうんで。まあ、確かにね。ネタに振りたいなら安いとこ行って。そのネタの振り方面白いから、うん、お前の二十何年をかけてネタを作ったっていうお前のその最強の滑らない話はできるけど。そうそうそう。いい思い出にしたいならそれなりにお金を払っ
って、いいとこに行った方がいいのかなって。はい、先生。はい。相場を教えてもらっていいですか？こういう場合の高級店って、どういった値段感なんですかね？まあ、だいたい6から8以上は多分高級店に当たるのかなって感じですね。6から8で何時間なんですか？だいたい90、100。おー、マジか。ですね。90から100で6から8万、うん、しますね。すげえ。まあ、ただ NS10 っていう、まあノースキン店、 N10。 それ分かんない、横に使わないで、家の方で分かんないから。はい、よく聞く生中ですね。はいので、まあだいたいそんぐらいかな、6、7、8。はあ、なるほど。高級とはされていないところの相場はどんなもんなんでしょうか、こういうのって。まあ大衆店、激安店、高級店って感じなんですけど、うんうん、まあ、大衆店が、まあ簡単に言えば真ん中、うん、大衆店でも全然可愛い女の子はいます。でソープだと4万以下かな、4万以下ぐらい、うん、60分から90分ぐらい。なるほど。でも激安店っていうのがだいたい1万5000円から2万円以下、1万円ぐらいでいけるのかな、わかんない、どうなんだろう。なんかコロナですごい相場が下がったというか、なんか安くなったみたいな噂を聞いたんで、あなたがどこを選ぶかですよね。ネタに振るか、6、7、8万でいい思い出をして君のライフに花を咲かせるかはあなた次第ということで。でもちょっと、はい先生、はい、大衆店にやっぱりいろんな人が流れるというか、はいはい、誰もが一番最初に目をつけるところは大衆店だと思うんですけど、うんうんうん、その中で可愛い子とそういうことになりたいと思うんですけど、うん、見分ける秘訣だったり、はいはいはい、コツみたいなのってあるんでしょうか。まあそのまあパネル写真、その潜在写真っていうのはあると思うんですけど、うん、まあ大体もう本当に原型をとどめないくらいいじってるお店っていうのもまあ全然あって、うん、可愛い子でも結構原型とどめないぐらいいじられるんですよ。へえ、そうなんだ。そういうのって結局その業者とかがこうパパパパって修正しちゃうから自分じゃどうにもできないんですけど、ただ写メ日記っていうのがあって、ね、それは知ってるな。写メ日記に、まあ、画像が載ってるんですよ、大体1日記に1枚大体。でそういうのを見て、うん、体型だったりお顔の雰囲気だったりを見て、うん、この子いいかもって思ったら、まあ大体当たり引けるんじゃないですかね。ちゃんと、まあ、ウェブリサーチをする。パネルとかを全く当てにしないで、とりあえず日記を漁れと。そうですね。他に掲示板とかっていう手もあると思うんですけど、こう口コミ的な、口コミがあったりするんですけど、掲示板って割と全然信用にならんくて、逆にね、まあ、女の子のことをけなしてたり。なるほど、なるほどね。まさか貶めるようなことを言ったり。なるほど、はい。掲示板は本当に当てにならないと思った方がいいです。もう日記だけでもう自分の好みかどうかを割り出すのが大切と。あとはまあ風狂いのツイッター見るとか。風狂いの、え、風マニアのレビュー赤があるの？そうそう、ありますあります。へえ、思わぬ発見が。なるほどね、あるかもしれませんね。なんかグルメアカウント寮みたいのがあるんだ、風俗アカウントが。そう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 。風俗版があるんだね、そういうのね。そうそう、風俗版食べログみたいなのがある。はいはいはい。あ、まあ、あと、NG が多い子は、割と可愛い子が多いです。うん、おー、これは、うん、なるほど。あんまり容姿に自信がない子、体型に自信がない子って、うん、お店側が、ちょっとなんか、精神的に来るようなオプションだったりとかをつけないと君は多分予約取れないよって言われるんですよね。きつすぎだろ、その宣告が。きつすぎ宣告だろ。まあ、お店側からのあれでメンタルぶっ壊れますよ。お店側に言われない。そうなの。もうちょい体重落としてくれるとか。言ってくんだ。まあ、だから顔が可愛ければお客さん入るっていう子だったら、うん、特にオプションついてなかったりするし、そんな感じですね。ですね。頑張ってください。俺はありだと思うよ、うん。そして大切にしまっておくべきものじゃないから。思ったより良くないんで、本当に。思ったより良くないし、うん、その DT をお前が抱えたまま本当に好きな人ができて、その初めてその人をするっていう時にお前を苦しめるのは大切にしまってたお前自身だよ。その自信がなくてとかさ、
こんなに可愛い女の子と付き合ってるのに初めてだし気持ちよくできないんじゃないかみたいな思考が湧いて、はい、その本当に好きな人とするときに集中できなくすんのはお前自身だよ。だからもう早めに捨てた方がいいと思います。お、重っ、まあ、立つうちに言っとけって言うけど、まあ本当にその通りだと思う。気が向いた時にいいお店見つけたら行ってみるといいんじゃないでしょうか。思うと思います。思います。そう思います。はい、頑張ってください。